ご視聴ありがとうございます。旅する生き物男子バオシンです。この旅行動画にコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。只見線復活編第7話お届けいたします。早いもので残り2話となってしまいました。今回の旅行シリーズの最終目的地、新潟県長岡市の長岡駅に到着しました。今僕が立っているのは長岡駅の3番ホームです。前回の第6話の方で小千谷市に足を運びました。河合嗣之助、長岡では嗣之助と申し上げた方がいいんでしょうけれども、どうしてもやり遂げたかった小千谷会談による演奏の抑止、それが果たせなかったことをご覧いただきました。続く今回の第7話、この流れで長岡で河合嗣之助編最終章と行きたいところなんですけれども、長岡で一泊する予定になっています。まずは箸休め的にこちらのビジネスホテルをお見せしたいと思っています。その上で只見線復活編最終回、河合嗣之助の人生をたどる旅の最終章、心待ちにしていただければと思っております。ではそろそろホテルの方へ移動したいと思います。今回ご紹介するホテルは歩いて3分ぐらいの場所にあるそうです。すぐ見つかると思うんですけれど、さあどこにあるでしょうね。駅舎の外へ出てみます。さっき観光案内所に立ち寄ったんですけれども、目の前に長岡タオミノンホテルというホテルがあるんです。あれを今度はまっすぐ行きまして、信号を渡らずに右に行ったところにあります。意外と利便性高いです。すぐ見つかるかな。意外と早く見つかりましたよ。こちらのホテルです。ホテルニューグリーンプラザさん、3番目にお世話になるホテル、こちらになります。早速チェックインしたいと思います。チェックインが完了しました。今からお部屋向かいます。こっちでした。本日利用させていただくお部屋、こちらです。汗かきながら喋る見苦しい部分をお許しいただきたいんですけども、扉を開けてすぐ感動したのはですね、この鏡ですよ。今見切れちゃってますけど、ちょうど膝の高さまでカバーしてくれるようになってるんです。着物の着付け、いかに大変なのかということは多少ご理解いただけてると思うんですが、このぐらいの長さがあると着物の着付け本当に助かるんですよ。こちらを見るとスイッチがありまして、つけてみますね。鏡の上の電気がつきました。続いてこちらにもスイッチがあるんですが、このスイッチは何でしょうか？これはあれですね、ユニットバスの電気でした。こちらは後でじっくり見ることにします。このお部屋のさらなる感動ポイント見つけちゃいました。一緒に見ていきましょう。先ほど簡単にバスルームを見ていただいたんですけど、ちょっとずらして反対側にはハンガーが1つ、2つ、3つかかってまして、これは消臭剤ですね。業務用の消臭剤だと思います。下に目をやります。これはズボンプレッサーでしょうか。スイッチ類はここですね。使用方法はここに書いてあります。僕は多分使うことはないと思います。着物ですし。お隣には靴べらと、そして反対側。この道具は名前がわかりません。毛玉取りでしょうか。こういったものが用意されてます。これが空気清浄機でしょうか。スイッチ類が非常に使いやすくシンプルな構成になってます。お部屋なんですけれども、こんな感じになってまして、これがテーブルですね。上の方に照明がついてまして、座り込むと鏡がついています。そしてここには、グリーンティーのティーバッグと湯飲み、それからグラスありますね。下を見てみましょう。コンセントとスイッチがあります。このスイッチは何のスイッチなんだろう。このスイッチを入れると、この照明の電気がつくんですね。大人に行きます。テレビがありますね。テレビのリモコンは分かりやすく、テレビの前に置いてありました。ここに注意書きがありますが、画面表示まで15秒ほどお待ちくださいということだそうです。次、これがドライヤーです。で、次が多分、あれかな、ここに加熱用のスイッチがあるんです。なので、あったかい緑茶が飲めるということなんでしょうか。よく分かりませんが。
照明がもう一つありまして、その照明の下、電話と、それから、あ、これすごくいいな。USB ポートが2つあって、その上にコンセントがついてます。僕は常に USB ポート付きの電源プラグを1個持ち歩いているんですが、出番はなさそうですね。ここに照明とスポットライト、目覚ましついてます。ここにティッシュが備え付けてあります。ティッシュの横、メモがついてますね。これはポイント高いですよ。ベッドはこんな感じになってます。こういう枕は初めてですね。枕が2枚重ねてあります。ユニークでいいな。それとベッドの上の方、絵画があるのは心が休まるような気がします。それでは後回しにしていたバスルーム見ていきましょう。ドアを開けます。まず扉を開けて左側にトイレットペーパー予備も含めて2つ備え付けてありますね。緊急時の時に使うものだと思うんですけども、電話ですね。ただフロントまで繋がってしまうので、このまま触らずに置きたいと思います。ここにウォシュレットが完備されているトイレがあります。ボタンの配置こんな感じになってます。上の方を見ますと、バスタオルと、それからフェイスタオル1枚ずつあります。鏡がこのカメラに収まりきれないくらい大きいんです。上はこの辺りからカーテンレールを飛び越えてシャワーヘッド見えますけど、あの辺りまで下の方にボディシャンプー、コンディショナー、シャンプーがあります。こんな感じですね。真ん中には洗面台があって、ここにハンドソープがありますし、ここにコップと歯ブラシセットが用意してあります。空気を混ぜるためのボタンがついているシャワーヘッドが用意されてます。そして下の方へ来ますと、綺麗な蛇口。バスタブはこんな感じですね。今回一晩利用させていただくお部屋はこんな感じになっています。かなり汗をかきましたんで、すぐお風呂をいただいて、それからまあホテルのガウンに着替えて、このホテルに関する追加情報をお話ししようと思います。僕の確認が十分でなかった部分があるんですけれども、ガウンは各フロアの廊下に棚がありまして、そこに折りたたまれた状態でこんな感じで並べてあります。隣には持ち帰って OK というスリッパも用意してあります。5階と10階にはコインランドリーがついています。乾燥機に関しては1回の使用につき100円。洗濯機は1回の使用につき300円ということです。それから今回利用させていただいたのが10階のお部屋なので、他のフロアはわからないんですけれども、ガウンが畳まれている棚の隣に自動販売機があるんです。洗剤とヘアケアセット用意してあるようです。それから1階のフロントのところで夜食用のラーメンを販売しています。同じくフロントの手前の方にブラシ、カミソリ、ナイロンスポンジ、そういったアメニティグッズが据え置いてあります。それを今更になって気がついたところですね。それから素泊まりプランでも別料金で朝食をいただけるのかどうか確認をしてきました。フロントの方は問題ないと言ってました。このホテルの1階にレストランがあるんです。詳しい情報をここに出しているんですが、エレベーターに掲示してあった写真撮らせていただいたんですけれども、6時半から9時まで朝食いただけるということで確認をしています。通常のお食事は11時から15時まで利用できるそうです。参考になればと思います。ではいよいよ3泊4日の日程を組んで始めたこの只見線復活編もロケの方が残すところ1日となりました。残念ながらこの映像を撮っている次の日が悪天候に見舞われるということで、一体どうなることやらと思ってます。まあ、そんなこんなで悩みの種はあるんですけど、まずこれですね。新潟の地ビール、これを飲みながら明日に備えて早めに休息を取りたいなと思います。では開けますね。お、いい音です。ではいちごビールを飲みながら今日の疲れを吹き飛ばしたいと思います。本日も頑張られた皆さん、お疲れ様でした。一緒に乾杯しましょう。乾杯。うまいですね。今回
回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうか。ぜひコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。だいぶ駆け足の内容だったとは思うんですけれども、長岡への旅行を企画されるときにこちらのホテル選択肢の一つとして選んでいただければ僕としても嬉しく思います。花見線復活編、次回で最終回で河合嗣之助の人生をたどる旅最終章でもあります。ぜひお見逃しなくご覧いただければ幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。